皆さんどうもこんにちは、百景ブレス。本日もウィルアプリ2021やっていきたいなと思います。本日はですね、12月28日からやってきたレスタークラブセレクションレベマ企画やっていきたいなと思います。こちらで4クラブ全て終わりましたので、よかったらあのチャンネルから全動画見ていただきたいなと思うんですけど、今回はレスターですと。いやー来ましたね。サポーターからしたら初の CS だし、めちゃめちゃ嬉しいなって思いますし、強化とですね実は結構いいガチャになってますので、この動画見てぜひですね引くかどうか判断していただきたいなと思っております。ということで、いつも通りですね僕の独断点検ではあるんですけど、 S から C までの評価つけていきたいなと思います。まああくまでゲーム内での評価っていうのを理解していただいた上で、よかったら最後までご覧ください。では行きましょう、レッツゴー。はい、まずはですね B 評価勝ちかけではないが、希少性他にない特徴を持っている選手ということで、一発目フックス選手ですね。はい、この選手はですねレスターが優勝した時の、まあ、ミラクルレスター時代の主力であるベテランサイドバックなんですけど、まずスタミナのところ見てください。はい、急上がり、今回も爆裂強化あるんですよね。まあエバートンの時もありますけど、一つだけですね他数値とは比べ物にならないぐらい大きく上がる数値がありますので、ここに注目していただきながらレベマ比較見ていただきたいなと思っております。でフックスに関してはこれがスタミナで、まあフライパス、キック力、スタミナ、このあたり随所に光る数値はあるんですけど、ちょっと能力って物足りないですかね。まあスキルや攻撃もあと一歩という感じなので、ガチスカはちょっと遠いのかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね同じく B 評価、ナンパリスメンディ選手ですね。この選手ですね身長は168センチなので、サイズ感が観点みたいだなって思ってたんですけど、はい、爆裂強化はですねアグレッシブネスの急上がりということで92まで上がってきてますね。この選手もですね、まあ、アグレッシブネス、ボディコン、あとはグラッパ、ボルコン、このあたり高い数値はあるんですけど、もうちょっとですかね。まあスキル、能力、攻撃全体的にちょっと物足りない感じありますよね。まあ割とですね能力に関してはバランス良さげではありますので、ワンパとかがスキル追加できてライブアップデートいい週であれば可能性はあるかなって感じですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、 B 評価最後はですねジャスティン選手ですね。この選手は金玉搭載の攻撃的スタイルバックということで、ここまで紹介した金選手3人の中だと一番当たりなんじゃないかなと思っております。瞬発がですね爆裂強化で、瞬発95、まあ、スピード瞬発に関しては鬼のように速いですよね。であとはですねスキル結構優秀だなと思ってて、まあ、ワンマークインターセプトに低弾道ロビア、闘争心なんかもありますので、このあたり優秀ですよね。であとそう注目は身長がですね183センチにフィジコンが81あるんですよね。はい、このあたりの体の強さもありますので、全体的に悪くないかなと思いつつ、もうちょっとですねディフェンス能力やパス数値が欲しかったかなっていうのと、まあ、ピンポイントクロスなんかもありませんので、このあたりがあればより使いやすかったのかなってイメージですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからはですね A 評価、能力が高い選手、ライブアップデート B 上であれば使った選手ということで、一発目ハービーバーン選手ですね。アイコンで言えば今週ナンバーワンだし、ちょうどですね今朝の試合で結構すごいゴール決めてましたけど、はい、爆裂強化がですねドリブルプラスアーチで、他数値もですね3から4ずつぐらい上がってますので、強化度すごくいいですよね。でまあウイングストライカーらしく、ドリブルとスピードに関しては、まあ、瞬発95だったりとかドリブル97ありますので、このあたりは一級品ですよね。であとはですねスキルが結構いいなと思ってて、今回ライジング1周、このあたりのシュート系スキルに加えてスルーパスやピンポイントクロス、パス系スキルも持ち合わせてますので、このあたり悪くないし、意外とですねドリブルスキルに関してはシザーズしかありませんので、まあ、ダブルタッチとかルーレットとかこのあたりつけていただけるとより輝けるんじゃないかなと思っております。まあもうちょっとですねパスや得点能力あればベストですけど、まあ、フィジカルも最低限ありますし、ライブアップデートいい時であればウィングやサイドハーフで輝けるんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね同じく A 評価、ティーレマン選手ですね。まあティーレマンスはシンプル優秀ですし、最初見た時にボルコン99って思ったんですけど、はい、しっかり爆裂強化でしたね。まあそれはカンストするわって感じですけど、まあ、B2B らしくですね攻守にバランスいい能力値に加えて、特にですね足元パス系が高めなのがティーレマンスの特徴ですよね。であとはスキルが優秀、ワンシューなどのシュート系スキルだけじゃなくて、ワンパスルパインターセプトまで万能感あるスキル構成なので、この辺り良かったりとか、あとはですね逆足系数値も高いので、両足どちらも同じクオリティ出せるっていうのがティーレマンスの強みですよね。まあ能力で言うと、まあ、パスドリブル以外はめっちゃ突出してる数値はないんですけど、まあライブアップデート B 以上のシューであれば後半の不安要素も解消されますし、調子で全体が底上げされればかなり前そうな感じあるんじゃないかなと思っております。まあ起用で言うと3択なんですけど、まあ OMF、CMF あたりでの起用が無難なんじゃないかなと思っております。でプレイスタイルで比較するとこんな感じで、ボルコンカンストを筆頭に、やっぱりですね足元やバスケに関してはトップクラスですよね。はい、このあたりは高いのと、意外とですねディフェンス能力も高めだったりとか、まあ他数値もですねさっき言ったように突出した数値はそこまでないんですけど、めちゃめちゃ低い数値とかもありませんので、まあ安定して強い、そんなイメージなのかなと思っております。で以前のティーレマンスと比較するともろに爆裂強化効いてますよね。フライパスマイナス3なんかはあるんですけど、今回も90しっかり乗ってますし、まあボルコンカンストしてる今回に基本は乗り換えでいいんじゃないかなと思っております。ということで次行きましょう。はい、 A 評価最後はですねシュマイケル選手ですね。まあ今週のゴールキーパーだとデヘアに次いだあたりなんじゃないかなと思ってて、普通
通にガチスカもあり得るゴールキーパーですね。で強化で言うともうねとにかくゴールキーパーセンス7上がり、ここが最高すぎますね。はい、99完走して、他数値もですね全て95超えてきたりとか、まあスキルも低弾道ロングスローあってコンワン6ということで、うん、これ言うことないですね。であとはですね身長だけかな。まあ190は届いていないんですけど、言うても189センチはありますので、ライブアップデートいい週であれば余裕でガチスカありなんじゃないかなと思っております。まあワンチャン C でもガチスカありかもしれないですね。育成も楽なので当たった方はですねとりあえずレベマにしておく価値はあるんじゃないかなと思っております。で以前のシュマイケルと比較すると、今回のですねゴールキーパーセンス完走は嬉しいんですけど、まあ前回が週間ということでキャッチングクリアリングともにマイナス3ずつされてますので、まあ前回持ってる方は乗り換え不要でいいんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、ここからですね A プラ評価能力が非常に高くガチスカ級選手ということでフォファーナ選手ですね。いやー、このガチャの当たりは正直ですねフォファーナとバーディー、この2トップがちょっと抜けてるかなと思うんですけど、若手選手ということもあってこの選手よく育つんですよね。強化度に関しても抜群にいいですし、まあ DSS9 上がりも半端ないんですけど、他もですね3から5上がってますので、まあ通常とは明確に別人レベルになってるんじゃないかなと思っております。で身長もですね190ありつつ、まあディフェンス能力はフィジカルもあってこのスピード素晴らしいですよね。まあ地味にですねボリコンも高かったり足元もあるので、まあ欠点がなく完成度の高いセンターバックなんじゃないかなと思っております。まあスキルもいいですし、シンプルにこの安定感がめちゃめちゃ魅力的ですよね。まあ混乱がちょっと不安ぐらいで、能力値はですね現環境でも十分ガチスカに入り込んでくる優秀さあるんじゃないかなと思っております。でプレイスタイルで比較するとこんな感じで、まずはやっぱりスピード瞬発ですよね。まあバランまではいかないんですけど、このメンツでも2番手ですし、あとはですね足元の安定感かな。まあこの辺りが特徴で、まあ多少ですねフィジコンやボールダッシュこの辺りちょっと低いかなと思いつつ、こう見てもですね大きな欠点がなく完成度はすごく高いなと思いましたね。特にですねバランとかファンダイク持ってなければかなり重宝する選手になると思いますので、まあその辺りの手持ち次第でもあるのかなとは思いますね。はい、ということで次行きましょう。はい、この動画最後はですね A プラ評価バーディー選手ですね。まあレスターといえばバーディーで締めないで誰で締めるんだって感じですけど、いやーなんか嬉しいよね。なんか2017ぐらいの頃からずっと金玉で超優秀ライブレってイメージだったんですけど、まあ2021では黒になりましたし、なんかこの感じすごくいいですよね。で実際にですね強化度見ていくとスピード見てください、8上がり99完走素晴らしいっすよね。いやーここ爆裂強化持ってきたコナミさんいいなと思いつつ、ラインブレーカーでこのスピード、さらにですねワンパワンシュー持ちで得点能力も鬼高いっていうのは、まあシンプルに理不尽な感じありますよね。まあカバーにもそうでしたけど、ワンパライブレってだけでもかなりの脅威なのに加えて、今回ですねしっかりですねスピードが強化されたことで、まあ、爆速テントリアとして覚醒してる感じあるんじゃないかなと思っております。であとはですね実は注目してほしいのがアグレッシブネスなんですよね。はい、ここがですね93ということでセンターフォワードで90超えてる選手珍しいですし、さらにですねスキルでチェイシングなんか持ってますので、前線からですねガンガンプレッシャーかけられるっていうのもバーディーの強みですし、相手にすると相当厄介な選手ですよね。まあ後半もロッカーって安定感もありますので、まあ2トップとかで爆速ストライカー枠として採用待ったなしなんじゃないかなと思っております。まあこの選手はシンプルに優秀ですね。でワンパ持ちラインブレーカーで比較するとこんな感じで、まあワンパ持ちラインブレーに関してはケインがちょっと抜けてるぐらいで、割とですねみんなトップ数値をバランスよく取ってる感じありますし、みんなコンアン6っていうのがなんか可愛いですよね。でバーディーを見ていくと、得点能力スピードの総合力で言えば正直トップですし、まあボディコンからアグレッシブネスまでの高さも目立つ感じですよね。逆にですねドリブルやパス系フィジカル面に関しては他選手よりちょっと劣る感じではありますので、まあ欠点とまでは言わないですけど、まあ使うときこの辺りは気をつけていただきたいかなって感じですかね。まあとはいえですねこのスピードと得点能力、ラインブレーカー、ワンパ持ち、めちゃめちゃ優秀だと思いますので、ぜひですね当たった方はがっつり試していただきたいなと思っております。ということで今回ですねレスター CS 一気に比較させていただきました。まあやっぱりですね今週の4つの中ではちょっと優先で落ちてしまうんですけど、まあ今日からはめちゃめちゃいいですし、初登場ということで勝負する価値はあるんじゃないかなと思っております。ということで今回ですね動画以上で終わっていきたいなと思います。いいなと思ったら高評価チャンネル登録でぜひ応援してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画見ていただきありがとうございました。本日の選手奥座こちらになります。こちらで今週の CS ガチャが終わり、つまりですね今年最後の CS ガチャ動画になりました。皆様今年もお付き合いありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。ではまた CS のレベマ比較は来年お会いしましょう。バイバイ。